ソウル大学が、賄賂授受などの容疑で在宅起訴された著伏前法相の法学専門大学院教授職位を解除すると発表した。ソウル大学は、刑事事件で起訴された著法学専門大学院教授について、正常な職務遂行が困難だと判断し、関連規定に沿って職位を解除することを決定したと29日、明らかにした。 また、職位解除は、有無罪を判断する懲戒とは異なり、教授としての職務を停止させる行政措置とし、正常な抗議進行などが難しい状態であるため、このような判断を下したと強調した。